のを受け、引き継いでもらいたくて。その、要は、旋盤の、まあ、楽しさを分かってもらうために、まあ。ものづくり。それは、熟練した技術者が極めて細かく巧みなものを作ること。今、ものづくり業界では、職人を目指そうとする若者が激減している。そんな状況を打破しようとする、一人のものづくり YouTuber の人生を取材した。彼の口から出た言葉から、取材班はこう問いかけられているような気がした。本当にものづくりが好きなら、なぜ今すぐにやらないの？お前の辞めさせ方は正しかったけ、後悔はせんでええぞって、めげることやないぞって言われて。実録ジャーナル。今回の主人公は黒いちごさん。彼が職人として歩んできた人生とは一体どんな人生なのでしょうか。その人辞めることになったんだけどね、その時に他の職人さんから言われたんが、お前の辞めさせ方が一番正しいって言われて、なんでですかって言ったら、そう、そのさっき言ったように、その職人さんっていうのは弟子がおったらいつまでも辞めきらん、お前がもう出ていけって言うか、言わん限りあの人は辞めんかったけ、お前の辞めかさせ方は正しかったけ、後悔はせんでええぞって、めげることやないぞって言われて。で、それの証拠にね、その、1ヶ月後ぐらいかな、その人が正式に辞めるってなって、で、僕が仕事してる時に顔出しに来たんですよ。文句でも言われるんかなって思ったら、世話になったのって、ありがとうって言って辞めてってくれたんですよ。嬉しいっす。かっこいいな、この人って思って。かっこいいですね。で、もちろんね、お前まだ4年やから、わからんことは絶対出てくると思うから、なんかあったら俺に電話かけてこいって言って帰ってたんですよ。でもこれでね、電話をかけたら俺負けなんでね。電話かけることはなかったです。わからんものは、でも要はね、操作方法わかってるから、削れは削れるんですよ。やりゃできるんですよ。何でも。やりゃなんとか人間ね、なんとかなる。だって、人間がやってたものを人間が引き継いのやから、やれんことはないんですよ。ね、それで残りのもう約10年間か、もうずっと一人で、旋盤は本当、ろくなのいなかったんで、他にね、若いのしか。もうあと旋盤も一人でね、黙々とやってましたね。そのね、会社を辞めるのもね、要は僕、とにかくものづくり好きで、ものづくりに対する愛情がちょっと、まあひどすぎたんかな。社長のね、ものづくりへの愛情のなさに、ちょっと腹が立って、言い合いしたんですよ。まあしょっちゅう社長とも言い合いしよったんだけど、ちょっとあんた社長ね、いい加減ものづくりに対する、あんたが頭なんだからね。頭のあんたがそんだけものづくりに興味なかったら誰もついてこんでっていう話をしたんやけど、俺の考えは変わらんっていう。あんた考え変わらんなったら俺辞めるけねって言ったら、おう、俺は考える変える気がない。かなり頑固な社長なんですよ、そいつも。ほんだら、あ、わかった。あんたら今の仕事片付いたら俺辞めるけって言って。で、もう要はもう愛想尽かしたっていうかね、社長に。で、辞めたんですよ。で、もう二度とね、機械なんか触らんめって、もうこんな奴が頭におったらもうやる気もないわいと思って。で、機械の仕事から離れようと思って。でね、その時に一回独立を目指そうとしたんですよ。何の当てもなくね。ものづくりに対する情熱を感じられない社長と激しく意見がぶつかった黒いちごさん。機械の仕事にもう二度とつかないと心に決め、彼の人生は思わぬ方向に進んでいくのでした。で、まあ、なんだろうな。結構ね、僕昔から少女趣味で。少女趣味でね、まあ、ひらひらでフリフリしたものが大好きでね、ピンク色でって。そういうの。で、まあ、ちょっと独立を目指して、その、オンラインショップをしようと。で、その僕はまあ、そういう、フリフリ系が好きだったので、そういうの雑貨をね、作りたくて、姫雑貨っていうカテゴリーがあるんだけど、雑貨でね。そういう姫雑貨を作りたくて、で、もう全く機械と関係ないことに就いたんですよ。で、まあ、オンラインショップしてたんだけど、まあ、ね、砂漠の中にポツンと見せ立てたような感じやからね、あんなすぐ売れるわけでもないし。どうしたもんかなと思って、で、2ヶ月ぐらいしてからもうそろそろやべえぜってなって家がね。
で、コンビニのね、店長候補募集みたいなのがあって、あとりあえずまあ、店長でもしとけや、みたいな。とりあえずコンビニおっとじゃいいやろ、みたいな。で、コンビニに就職して、で、そこのね、面接してくれた人が、ここのグループは頑張ればすぐに店長になる。俺は、ここのグループで最速で6ヶ月で店長になったけど、やれるもんなら抜かしてみれって言われて、ほぉ、こんな、なんかむさっ苦しいおっさんが店長になれるんか、と思いながら、黙々と仕事しとったら、俺4ヶ月で店長になったんですよ。あ、もう店長になったぞって、4ヶ月でってその人に言うて。ほいで、店長になったら俺も辞めるけって辞めたんですよ。記録作ったらもうすっきりしたら辞めますって。まあね、ちょっと、なんだろう、接客業僕もともと向いてないし、うん、あんまりこう人にヘコヘコするの好きじゃないから、客ってほらね、いろんな人いるじゃない、うん。そうです。理不尽なのがね、もうあれにほんと何遍殴りかかろうかと思ったぐらい。もうとりあえず店長になったし、もう用ねえわいと思って、すいません、もう店長辞めますなって、で普通の社員に戻った。で普通の社員に戻って元のお店を手伝いよってなるけど、その時にね、生活保護を受けてたんです。要はまあその収入だけじゃちょっと生活できないから、ちょっと家賃を払ってもらえるのが生活保護みたいなのがあって、で、その生活保護の担当のおばちゃんが、もうあんた来るたんびにこう、顔がやつれてきよるけ、正社員、ちゃんとした正社員にならんねって言われて、なんかええのあるんねって言ったら、旋盤のお仕事があるって言うのよ。旋盤勘弁しろや、って。俺何のために今、機械から離れとるん。いやー、ちょっと、社長がすごくいい人やから、ちょっと一回面接行ってみらんねーってずっと断りよったんやけど、しつこいから、わかったんだ、まあ、とりあえず一回面接だけ行くわ、って言ったんですよ。そしたらね、そこの社長さんっていうのが、なんか、要はもう事務所に座っとくタイプじゃなくて、表に出てみんなと仕事しようかんと落ち着かないタイプの社長さんで。町工場ってこれじゃんって、これなんだよ、この社長じゃんと思って。俺、ここ、もう一回かけてみようと思って。で、その旋盤、もうほんと旋盤の担当で入社したから、もう旋盤オンリーですよね。毎日、もう朝8時から夕方の4時45分までか。もうひたすら旋盤触る以外何もしなくていいぐらい旋盤触っていかれるんです。楽しくてね、それで。そうですね。うん、すごいホワイト企業で、またそこがね。それがね、36で就職したんかな。理想の会社を見つけた黒いちごさんは、この会社で一生働こうと決めていました。そんな黒いちごさんに、さらなる人生の転機が訪れます。で、そこでね、5年ぐらい働いたんかな。6年目で、ちょっとね、俺、本当やったらそこの会社で一生、まあ、もう定年するまで働けるなって思ってて、ここなら俺一生いても悔いはねえと思って、ここ一生この会社稼がしちゃろうと思って。思ってたんだけど、まあ、5年目ぐらいでね、ちょっと、昔のその13年勤めた鉄工所の時に、ちょっと何回か仕事してしたことがある社長さんとね、電話が来たんですよ。5年ぶりぐらいかな。あ、5年6、違うな、5年6年、6年ぶりぐらいか。で、今何しよんとって言われて、いや、今こんなで、旋盤の仕事しよるんじゃー、って。ちょっと、俺と一緒に仕事せんねんって言われて。すごい憧れとる社長で、その人に俺。この人から誘ってたら俺乗らん手はねえやろってもう二つ返事でオッケー出した。わかった。俺あんたの力になりてえから、たら俺すぐ会社作るわって。そこでね、その、まあサラリーマンしながら会社を作ったんです。旋盤の仕事しながら、まあ会社作って、で、まあ一年ぐらいしてからかな。まあちょっとやっぱり二重で仕事してたらやっぱね、メインの方の会社にも迷惑かけるし、こっちも動きが取りにくいけ、ちょっともうすいませんけど、こういう事情で会社辞めさせてもらえませんかって。その代わり俺が辞めるイコールぽっかりそこどっぽり穴が開くから、まあその後釜ができるまでは俺応援で行きますと。で、月火水木の4日間のどれか、まあ2日3日ぐらいは毎週そっちに今応援で行きようです。もう今はもう外注業者としてそこに応援。で、また旋盤を教えきる人もいないから、だけそこに新人がもし入ってきても、僕が教えるって感じ。外注業者だけど、僕が育てないと育たないんで。まあ、機械関係、機械のね、まあ、メンテナンスとか、まあ、機械を作ったり、一から作ったりとかね、まあ、金物工作とか。
まあ、要は、鉄骨の棚とかさ、まあ、要は、まあ、なんだろうな、要は、まあ、なんて言ったらいいのかな、こういう旋盤を置いてるこの台とか、まあ、なんか、要は、機械工作系ですね。と、新たに、今、車屋さんも、ちょっと新規事業で、車屋さんも始めた。いや、整備はね、整備士持ってないんで、一応、車の販売、今、スタートはね、うん。まあ、もともと僕は車、乗り物好きなんで、うん、で、車の部品、要は車のカスタムパーツとか、あんなのをこう、製作したりするんですよね。要は車屋さんから注文を受けて。そういうのをしてて、やっぱ車屋さん自分でやって自分でも作りたいなと思って、うん、昔から車をいじるのにやっぱ、その、もの作り、要はなんだろうな、旋盤とか、この13年間やってたとこで、やっぱ、機械がいろいろ使えるから、車を改造したい時にその部品が自分の手で作れるんですよ。でそれが楽しくてね。だって、やっぱ、車とも繋がれるなぁと。車好きだから。だからもう、好きなこととにかく全部仕事にしたいなと。好きなことをやっていける黒いちごさん。黒いちごさんといえば、女声コンテンツ。YouTube チャンネルを運営している黒いちごさんに深く聞いてみた。きっかけっていうのは、ちょっと詳細それだけはちょっと、あれ、相手のプライバシーがあるんで、ちょっとそこは伏せますけど、ちょっとね、まあ、なんだろうな、ちょっと、まあ、とりあえずきっかけがあって、で、なんだろうな、ボイスチェンジャーを探してたんですよ。ボイチェンを使って、その人と話がしたくて、話をしたことない人で。で、まあ、ボイチェン使って話してみようかなと思って、なんかいいボイチェンねえかなと思って探してたら、女声講座っていうのを YouTube で見つけたんですよ。なんだこれと思って聞いてみたら、お、すっげえ、俺、こんな声出るの男でもって思って、こんな世界があるんだって知って、そっからですね、あ、やってみたいと思ったら、とにかくやってみるタイプなんで、ちゃんと頑張れば出る。ただね、やっぱ続けきらないんですよ。続けきらない、みんな。1日2日で出るもんじゃないんですよ。僕がね、初めて声が変わり始めたのは2週間ぐらい練習して。1日ね、8時間とか10時間とか練習してて、とにかく声変えてみたくてね。でそれから、さらに半年ぐらいして、やっとなんか、女声のスタートかなっていうところにたどり着いた感じかな。でやっぱもちろん、家で発声練習するから、なんか家族にはね、もうカミングアウトしとかないといけないから。そう、だって嫁には、ちょっとこういうことで、俺女声を練習したいから、これからちょっと、規制を発しよるから、暖かく見守ってくれと。うん、あ、そう。やるならやってみればいいや。結構ね、嫁も、まあ、付き合いも長かったしね、まあ、俺がやりたいって言ったら諦めない、もう意地でもやるタイプの人間って分かってるから、まあ、あんま反対はしないんですよ。うん。女声がある程度出来出したなっていう頃から、ニコニコ生放送ってあるじゃないですか。ニコ生の方でデビューしたんですよ、僕。女声玉主って。そう。僕、ニコ生出身で、で、ニコ生でね、2年ぐらいやってたかな。まあ、今でもまだアカウント持ってて、たまーに、ごく稀に、2ヶ月に1回ぐらいとかで放送したりするんだけど、でそこでね、まあ、いろんな、要は、自分の発声練習の場っていうかね、なんか一人で発声練習するより誰かと喋りながら発声練習してたのが、ね、喋ることあるし。喋ることもないのに発声練習って結構きついんですよ。だから誰かに話してる体で放送してないと続かない。うん。で、結構放送しててね。で、そんなしてる時に、せっかく女声ができたんだと。で、カメラ配信してて、最初のうちカメラ配信してなかった。途中からカメラ配信がしたいと。じゃあ女装がついてくるさ。声の女性ですからね。そう。顔から下だけ最初女装で服だけ女装。顔から下だけ映して、で放送してた。まあもちろんそれにするに至って嫁の許可もいるし。だって部屋開けられたら父ちゃんがね、旦那がそんなんしてたら、ほら、倒れるでしょ。だからちょっと女装するわ。ってなって。で、顔も出したいなってなった時に、嫁に正直に話したんですよ。まあ、もともと僕自分の中で、なんだろうな、まあ、どっちかというと、男も女も好きっていう感じで、昔からね。まあ、そういうのもあって、まあ、ね、一応、嫁と結婚してる以上は、ね、まあ、普通の人になっとるけど、まあ、もし嫁と出会ってなかったら、今後男性と出会って、男性と、本当に好きなりゃ男性と一緒になったのかもしれないし、うん。で、まあ、そんなのもあって、ちょっと、女装するならちゃんとしたいと。ちゃんと女の人になってみたいっていう相談を嫁にして、まあ、嫁も、まあ、あんたがやりたいならっていうことでね、まあ、認めてくれたっていうか、まあ、するなら、すればいいじゃないみたいなね。で、一番最初のメイクは嫁に教えてもらいました、ね。
なんでまあ嫁がそうやってね、許可もらったっていうかまあ分かった上でしてるからね、まあ服買い行くときも嫁とサイズが一緒だから、うん、あの服を一緒に買いに行って、じゃあ俺が欲しい服を嫁に着させて、あ、いいなと。まあ、やりやすいですね。あの、嫁の代わりに電話ができるし。嫁名義のものをするのに俺が電話して勝手に話を進めれる。詐欺やな。詐欺やな。なんだろうな、得するっていう、プライベートで得するっていうことはないけど、結局その、なんだろうな、その YouTube のナレーションで使ったりとかさ、いちいちほら、うん。あの、誰かにナレーションを頼む必要もない。で、歌いたい歌が、ね、女の人の歌をちゃんと女の人で歌える。僕はね、行きつけのスナックがあるんだけど、そこはね、もう僕が行ったら、もう勝手に女の歌を入れる。そう、もうそこみんな僕の女声以外で歌わんでええって。一番最初にね、会ったのが、声かけられて急に。お店から子供とパーって出てきたら、黒いちごさんですよねって言われて、はと思って。それで声かけられて、で、まあ、その人とちょっとまあ仕事のつながりができてですね。それが一番最初のまあ衝撃的な出会いかなっていう。今でもまだね、付き合いもしてるし、まあお仕事の話も結構いただいて、結構大口のお仕事とかもいただいたりとかしてね、ほんと、すごいいい出会いだったですね。結局、そのまあプライベートでね、いきなり声かけられたのはそれぐらいだけど、まあいろんな人とね、コラボさせてもらったりとか、まあちょっと依頼のお話とか仕事の話とかもやっぱちょくちょくね、メールで来たりとか。うん。その辺は、まあ、やっててよかったなと。で、なんだろうな、仕事中、今これ削ってるんですけど、ちょっとわからないんで、なんとか教えてもらえませんかってメールでやり取りで、削り方を教えてやったりとかいうのもこの間あったしね。うまくいきました。ありがとうございました。みたいな。そういうのもね、やっぱ楽しいしね。なんかこう、自分がやってることがこう、ね、同じ仲間たちに役に立つんならね、ぜひ何でも教えるよって、別にそこに金取ったりする必要もないしね。白熊秘密工場だったかな。うん。その人が一番最初に僕とコラボしてくれた人。うん。同じまあ物作り鑑定の人でね。でまあ、うちがリフォームしてる途中経過の時に初めてコラボしに来てくれて。だってまあ、作業中の家も見せてあげたしね。結構あの、プログラムとかでその機械を動かして物を削ったりするのがメインな人。で、この間もね、ゴールデンウィークぐらいかな。ゴールデンウィーク前ぐらいかな。ロミスタジオっていう人がね、チャンネルが。ロミスタジオのロミさんっていう人がね、わざわざ遊びに来てくれて。でその人は、その、ドリル取りを教えてほしいと。で、卓上旋盤、このね、ここにあるサイズの卓上旋盤って言うんだけど、卓上旋盤を同じようなの持ってて、ちょっと使い方をちゃんと教わりたいっていうこと。その人もずっともう、旋盤買ったけど独学で、海外の YouTuber さん見ながらやってたんだけど、そんなところに黒いちごさんが日本語でちゃんと説明してくれてる動画あるじゃないで、うちを見出したみたいで。で、実際に会って教わりたいって言って、遊びに来てくれましたね。やっぱそういうつながりができるのがね、すごく楽しくて。ほら、ネットって、ね、国も違っていいし、年齢もね、職種も違う、ね、何も問うものないじゃないですか。ないです。ね、制限がないでしょ。いろんな人に出会える。もう、ネット以外ってほら、もう、ほんと周りの人しか出会わないけど、ネットってね、いろんな人と出会えるのが楽しくて、で、やっぱネットの中に僕はずっといたいかな。コンクリートで駐車場を作らんといかんのっすよ。ああ、いいじゃないですか。あのね、作業場を建てるところのコンクリートも打たないかんし、車屋さんを始めたって車を置く10台ぐらい並べれるのかな、車が。そこも全部一人でセメント練らんといかん。もうほんと黙々とその、例えばセメントを打つだけとか、そんなのあったらタイムラプスで撮ったりするけど、他はほら、やっぱ説明しながら旋盤とかはね、なるとやっぱそのまま直で撮って、で、顔出ししてないで、その旋盤動画の時は後でナレーション当てないかんから自分でね。うん。それも自宅で、ちゃんとマイクとヘッドホンして、うん。動画編集は、フィモーラですね。僕もフィモーラ。うん、大概みんな多分それだと思う。やりたいものにどっぷり使うから、説明聞く暇あったらとりあえずボタン押せや、みたいな。ボタン、説明書見ても、説明文の意味がよくわかんないですよ。日本語をよく理解できてないから。綺麗なことはあんま僕言えないから、まあちょっと言い方も多分悪い点もただ今から出てくると思うんだけど、
まあ、ものづくりをね、したいっていう人、山ほどおるんですよ。おるんだけど、やってない人っていうのは、ものづくりに本当は興味のない人。ものづくりに、例えば、こんなんをやってみたいと思ってんだけど、いや、なかなかわかんなくてやってないんだよ、とか、時間がなくて、とか、そんなん言ってるやつって大体ものづくりにあんま興味がないんですよ。本当に興味があったら、その時間作るのよ。で、作り方を調べるのよ。それがものづくりなのよ。だって、何でも、物を作るために、まず、なんだろうな、こう、教科書を読むって言ったらいいのかな。あれは違うのよ。旋盤の使い方がわからないから、旋盤の教材を買ってみたんですけど、よくわかりませんって。わかるわけねえのよ。だって、物作りがね、本当に好きなら、まず何も考えず、とりあえず、触ってみよう、やってみようなのよ。で、なんだろうな、標本とかそんなので見たデータで頭の中で物は作れないんで、物を手でちゃんと作り出すまで、なんだろうな。例えば、なんだろうな。これを削るのにあたって、刃物はこういう素材のこういう強度のもので、回転速度は素材が何倍だから、回転速度は何百回転が適正でとか、そんなん考える人もあったら、とりあえず回して刃物ぶつけてみようって。物作りの楽しさってそこなのよ。だってね、頭でっかちにならないでほしい。うん。物を作るのに勉強は別にいらないのよ。だからね、好きなことはやってみよう、まず。うん。で、もちろんね、なんだろうな、例えば会社に入ってね、物作りの会社に入ったら、まあ、厳しい先輩もいるし、仕事もいろいろ覚えることがあって、辛いかもしんないけど、仕事っていうのはな、物作りも、じゃなしにもそうだけど、覚えたら初めて楽しいのよ。だって、会社に入ったけど、もうなんかきついからもう続かない、俺やめよう、は、また一から同じことしないといけないの、どこ行っても。一からまた下積み。下積みの時期って一番面白いんないのよ。だから覚えるまで頑張ってください。すぐやめないで。物作りってね、ほんと自分の手で物が作れるようになった時ってすごく楽しいのよ。もう俺ほんと休みいらないぐらいに楽しいのよ。毎日旋盤触ってたら俺旋盤を部屋に置きたいぐらい。しかも旋盤に、俺旋盤に布団敷いて旋盤で寝てみたいと思ってるぐらい旋盤好きなのよ。旋盤愛が止まんないぐらい旋盤好きで。まあ、旋盤に限らず機械全部好きでね。そんな感じ。本当にね、自分で好きなものが好きなように作れるようになった時、初めてそれが楽しい仕事としてね、なるんでね、そこまでみんな気張って、今の物作り界人が本当いないのよ。で、クオリティが低すぎる、物作りの。DIY のレベルならいいんだけど、それで金もらおうって思うんだったら、クオリティをちゃんと求めてほしい。頭の中で考えてることでもう仕事ができたぞっていうやつが多い。バカ、物作って初めて仕事が終わってんだから、ガチャガチャ言う日もあったらちゃんとしたものを作ってください。で、そのね、まあ、俺がその旋盤を今一生懸命教えてるのも、まあ、旋盤の動画作ってね、まあ、ヘラヘラ笑ってるけど、俺なりに一生懸命教えてるつもりです。あれでね、本当勉強になってくれるんなら、一生懸命勉強して、で、やってみてください。そのために俺は、日本のものづくり界を、もっとすごいもんなんだから、日本の技術は。それを、俺はこんなちっちゃい場から、ね、微力ながら、協力したくて、一生懸命動画作ってます。だから、ね、頑張ってみた。以上かな。一人でも多くの人がものづくりが好きになるため、黒いちごさんは今日も旋盤の前に立ちます。わからないことだらけの職人の世界。時代が変われど職人さんが持っている本来の気質はいつまでも変わらないものだと、我々は取材を通して感じることができた。